ハニーオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはパニオロ山内さんと山内陽子さんです。こんにちは。こんにちは。アロハ。ようこそコマラジエ。来ました。こんにちは。36度の摂氏36度の中を、ね、本当ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう遠く図書からお越しいただいておりますけれども、はいはい、ありがとうございます。はい、今回ね、はい、お二人をお招きするにあたっては、はい、かなちゃんがライブで、そうなんです、はい、エリさんのライブがあった時にサーファーズでね、はい、ご一緒されていまして、で、ご紹介いただきまして、はい、その時にお名刺交換、お名刺をさせて、お渡しさせていただいて、ぜひ狛江なんですけれども、はい、ぜひお越しくださいちょっと遠いんですがっていうのでね、はいはい、お越しいただいて、お声かけさせていただいて、今日お越しいただくことになりました。はい、はい、ではまずは自己紹介をお願いしたいと思います。まずはパニさんからお願いいたします。はいはいはい、私はパニオロ山内と申しましてですね、現在我が国ではですね、パニオロ山内といえば私一人でございますので、ねですね、カタカナで表記されておりますので、はいはい、どうぞね、ご愛顧いただきたいもんでございますけど、こんな風な喋り方をしてますけど、話し方じゃございません、ね、熱気としたミュージシャンでございますけどね、はい、まあ、いろいろ音楽を、ね、作っているわけですけど、ね、はい、そんなね、ちょうどサーファーズでね、はい、ライブをやってる時に、はい、エリちゃんの、はい、こうつながりで、はい、ここに来させていただきまして、はい、今日あることないことね喋っていきますので、ね、一つ、お手柔らかによろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では陽子さん自己紹介お願いいたします。はい、この後に喋るのすごい嫌なんですけど私はエクササイズとあとダンスの方ね専門にやらせていただいてます。で今言ってた逗子、東逗子の方にスタジオを、はい、やってまして、そちらの方で、ダンス、キッズのダンスとあと大人のダンス、そしてエクササイズの方を中心にやらせていただいて、で自分でね働かないと稼げないので、はい、もう一生懸命自分で稼ぐようにねいろいろやってます。そのおかげでね、なんか自分もなんかね体型維持は結構できてるかなって思ってます。はい。いや本当に本当に口を揃えて言っちゃいましたけれども、はい。キッズのダンスって子供のダンスってわかります？わかります。キッズのダンス、子供のダンスで、大人のダンスは大人のダンスです。そうね、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはパニさんからお話伺っていきたいと思います。長いよ長いよ。いや本当に1981年からプロミュージシャンとして、はいはいはい、デビューをされていらっしゃるということで、はい、まずパニさんの音楽始められたきっかけ初めて物語はなってしまうかもしれませんが、学生の時にもいいですか。そうです、中学生なんですけど、はい、ギターをね、買ってもらいましてですね、はい、ちょうどその頃もう古い話で申し訳ないんですけど、フォークソングが流行ったりとか、はい、そのちょっと前に加山雄三さんなんていうのがもうデビューしてて、でサーフボードの上でウクレレが弾けるんだなんて思って、もうこれは絶対風になりたいって、ちょっと生まれとね感じがよく似てるんで、はい、そうなの笑うとこですか笑うとこ今ラジオだからもう言いたい放題かと思ってですね、もう全然波に乗らないとみんなでいいかなと思って言っちゃったんですけど、そこから始まってですね、でまあ元来もう本当に B 型の典型でございます。もう凝り性でね、もうこれとも面白いと思ったことにわっとのめり込むんで、ギターは本当にまさに寝食を忘れてですね、のめり込んでったら、なんかだんだん周りの友達よりもちょっとだけね上手くなったみたいな感じで、それでそのまま、はい、その有頂天のまま、はい、現在67歳の生活しているというねこのどうしようもない有頂天のまま有頂天のままですね、もちろん海方面にお住まいでしたんですか。そうですそうです、はいはい、生まれは横須賀っていうところで、はい、もう周り海に囲まれてましたですね、はい、で今は逗子というところに住んでるんですけども、海はすごく近いですよ、今日もね、はい、
とっても良く日に焼けてらっしゃって、そうそう、とってもいい色でらして、はい、うん、兄さんも陽子さんもとてもいい色に焼けてらっしゃいますが、はいはい、なんかね、街を歩いてると焼けちゃうっていう、本当に普通に歩いてるだけで焼けちゃうんですよね、本当に。マニさん本当にすごくいい色ですね今日ね。あ、昨日ね、海岸のゴミ拾いしてきたんで。本当ですビーチクリーンを、はい、昨日も暑かったですもん ね。でもいい風が吹いてましたよね昨日はね。海は本当にね、うん、昨日は特に風が強かったんで、はいはい、もうなんか全然その体感の気温が上がってるっていう気がしなくて、なんかフラ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 してたら、もう家帰ってきたらもうシャワー浴びたらもう痛い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 みたいな、そんなにちょっと嫌ですよ、うような感じ、はい、重症になっちゃいますからちゃんと。本当ですよもうね、大丈夫です。でもビール飲んでたから今アルコールはねダメなんですよ ね。ちゃんと水分を取らないで。なるほど、うん、あのパニさんは最初ギターから始められて、うん、ウクレレに本格的に始められたっていうのは、ちょっとあれなんですけど、ギターもウクレレも最初一緒に始まったんですね、はい、一緒に始まったんですね、はいはい、ところがあのギターはどん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 練習して、あの一応先ほどお話ししましたね、国島さんなんかと一緒に CM 音楽制作したり、はい、スタジオミュージシャンとして、はい、やらせてもらったりしたんですけど、でウクレレはねその時ニーズが全然なかったんですね、はい、でふと気づけば、はい、今からもうちょうど30年ぐらい前かな、はい、あのなんか世には第3次ハワイアンブームっていうらしいんですけども、はい、そのブームが訪れた時に、あのウクレレ弾けるやついないとか、ウクレレでレコーディングできるやついないって言った、はいはい、あのオファーがあって、僕もまたウクレレやりだしたんですけど、ただまあ、 あのハワイのスタイルの、ね、ウクレレってどういうものかなってまたそこで新たに一から勉強してでやってます。あ、じゃあもう最初からそのレコーディングという形でお呼びがかかってでやり始めたような感じになりますね。そうそうですね。最初あのウクレレ、やっぱりギターからウクレレに行った時っていうのは、うん、かなり違いはありますか、うん、あのギターやってる方が本当にウクレレってすぐ弾けちゃうイメージはありますけれども、現実にはどうですか、はい、あの非常に共通している部分多いんです、うん、はい、確かにね、うん、それであのギターが6本でウクレレが4本って弦の ね、あの数が減るわけでございます、はいはい、そうするとねちょっとまあ簡単な部分はあるんですけども、その反面ですね、うん、ウクレレの奥の深さっていうのがあるんですね、はいはいはい、あのこう楽器って僕思うんですけど、プリミティブなその原始的な楽器になればなるほど、はい、その一つになってる音が深いから、あのどう取り扱うかによって全然もうあの雰囲気ぶち壊しになっちゃうっていうのもあるんで、はいはい、そういうのをまた新たにハワイで勉強しましたね。へ、僕そんな感心されちゃうと思いやどうだすごいだろうってしか言いようがないんですけどあのパニさんのパニオロというのはあのカウボーイだと思うんですけども、そうなんですよ、はいはい、なぜなぜパニオロ、よく聞いてくれました、はい、まあ、あのハワイアンスタイルのいろんな、はい、あの音楽を勉強してる時に、はい、スラッキーギターっていうね、はい、あのものに出くわすんですよ、はい、絶対ね、はい、それは何かっていうと、あのハワイがそのある時ふと気づきまして、そのアメリカ合衆国になった時かな、はい、あのこのままだとそのいろいろな、世界中のね、あの文明を持ってる国からあの産業が何もないから、ハワイはどうどっちにしても廃れちゃうよって、うん、あの観光がこんなに発達しなかったんで、はい、何とかしなきゃって、時のカメハメハの3世の王様が、はいはい、あの先見の明がある方で、あのハワイ島にたくさんいる牛をね、はいはいはい、こうみんなどうもヨーロッパではそれをこう飼って、うん、あの乳を取ったり肉を食べたり、うんうん、牧畜を産業としてるらしい、はい、でそれをやっぱりハワイもやろうって言って、うん、当時カリフォルニアに、住んでいたカウボーイたちと話をしまして、はい、ハワイ呼んだんですね、はい、それであの期限を持ってあのハワイの人たちにあの牧畜の産業を教えたん、はいはい、でその時にあの皮肉なことにカリフォルニアあの領だったんですけど、そこはスペインが治めてたので、やってきた人はスペイン人だった、ね、なるほど、だから僕たちはエスパニオールだ、はい、エスパニオールよろしく、はい、エスパニオールだよよろしくねって言ったんだけど、はい、ハワイの人たちはそんな長い言葉を覚えられないのにパニオールってそれだけ覚えて、でハワイはあのボキャブラリーがすごく少ないですから、うん、あの入ってきた言葉ってそのまま、あの、はいはい、ハワイ語になっちゃうんです、はい、津波とか草履とか、あのハワイ語になっちゃうんですけど、
パニオロも、うん、あのハワイ語になっちゃって、あのカウボーイとかその、はい、牧畜に携わる人たちのことをパニオロっていう。でそのパニオロが来て、うん、あのスペイン人だからギターを持ってやってきたんですね、はいはいはい、それであのワインを飲んで夜になるとそうギターを弾いてたんですけども、はい、ハワイの人はすごく真面目だから、はい、物を教わって師匠に、はい、師匠と一緒にお酒を飲んだりとか、はい、遊んだりとかってことは絶対しないんです。だからスペインの人たちがそうやって夜な夜な騒いでる時に遠くからこうずっと見てて、はい、であの契約が切れて、はい、みんなスペインの人が帰った時に、はいはい、そこにギターがポロンって多分あったんだと、まあ、もしくはあの置いてか、ね、なんかの掛けのなんかで置いてったと、うんうん、ところがほらどうやってやるのか、はい、あの学ばなかったから、ね、そこにギターがある。それを、うん、ですね、あのよ想像してもらうと分かるんですね。チンパンジーがこう来てポロンってやるような、おっかなびっくりみたいな、なんか分かるような気がします。でそれをあの自分たちが気持ちいいようにこうチューニングしていて、はいはい、でそれでハワイアンソング自分たちが持ってる歌を歌うようになって、はい、いいじゃんってなって、はいはい、その時にあの弦ギュッて張っていくのは怖いから、ポロンってレギュラーチューニングしたった、はい、ギターを緩めて、はい、緩めて自分たちが気持ちいい音にしたんです、はい、だからスラックスラック緩める緩めてそのキーの、はい、スラッキーギターって言うんですけども、それがハワイアンスタイルのギターなんですね。でそれを僕もやってたんで、深い本当ですね。その場からパニオロさんに、そうなるわけですね。でも私が聞いた話では、はい、まあ、それが本当のパニオロ の、はい、あの由来なんですけど、はいはい、たまたまその頃ハワイアンで、うん、あのハワイアンってる人が山内で3人いたんです。あの山内ゆきさんとペケロっていうのと僕と3人いて、はいはい、そうで山内って言うと3人がはってみんな振り向いちゃうから、はい、だからこれはちょっと紛らわしいから、それぞれ芸名をつけようって言って、でパニはじゃあ自分はってパニオロになったって言って、でうちに帰ってきていきなり、はい、俺のこと今日からパニオロって呼んでるってあのそれまでは山ちゃん山ちゃんって言ってたのに、あの昔、はい、あのケネディハウスで、銀座のケネディハウス、今度ねあの40周年で、はい、あの7月30日もライブあるんですけども、はいはいはい、銀座のケネディハウスで、はい、でその頃は山ちゃん山ちゃんってみんなに言われてたんですけど、はい、それで、ね、みんなも山ちゃん山ちゃんって言ってたんですけど、はい、いきなり、はい、今日からパニオロって呼んでとか言ってもう私とかもなんかその頃のそのパニオロの由来知らなかったので、え何それそんなこと言うのかしらって、だからあの パニ の、 その60歳の還暦パーティーが7年前にあったんですけど、その時にはちょうどそのケネディの頃の昔のお友達も来て、で最近のお友達も来てっていう感じ でみんなでもほぼみんなパニさんパニさんっていう風に言うんで、もうその昔のケネディの知り合いの人とかは、えパニオロって何山ちゃんじゃなかったの山ちゃんのことみんなパニオロって呼んでんだけど何パニオロってみたいな。でも大体のハワイ語がそうなんですけど、はい、日本語にありえないような並び方してるじゃないですか、はいはい、みんなパニオロって何って言いたいんだけど、はい、パロニオって何とかパニエロの人もそうパニエロって何だちゃんと発音できてないどれが正解だみたいな悩んじゃうかもしれない、ね、本当に面白い、面白い、はい、さあそれではここでですね、今日リクエスト曲をおかけしたいと思います、はい、パニさんが選んでくださったのはフーパーズのアルバムの中からですね、はい、この曲はちょっとご説明いただいてもいいですか、はい、これはね、はい、フーパーズの一番新しいアルバムって言ってももう何十年も前なんですけどそこにね、はい、入れましたあのジャイロコンパスって言って、はい、あのジャルコンパスってのはあの羅針盤のことなんですね、はいはいはい、それでその羅針盤を持ってねあの世界中のどこでも旅しようっていうようなコンセプトで作ったアルバムだったんで、はいはい、そのテーマソングをウクレレで演奏してますので今日ちょうどいいかなと思って用意しました、はいはい、聞いてください、はいはい、フーパーズでジャイロコンパス、お届けいたしましたのはフーパーズでジャイロコンパスでした。さあ今日はパニオロ山内さんと山内陽子さんをお迎えしてお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。さあここからは陽子さんのお話を伺っていきたいと思います。はい、はいはいはい、陽子さんはダンスを始められたのはいつぐらいなんですか、はい、一番最初に
ダンスを始めたのは高校の、ダンス部で、今は、今はねダンス部って結構あるんですけど、私なんかの頃はダンス部ってなかったんですよ、ただ、たまたま私が行った高校にダンス部があって、ダンスがやりたいからそれに入ったかっていうと、そうじゃなくて緩かったんですよ、部活がもう朝練はない、夏休みはない、そういうところ緩い部活がいいっていうので入ったのがダンス部だったんですよ、それが初めて の、 あのダンスとの関わりだったんですけど、そっから、ずっとあの、今ヒップホップをやってるんですけど、私の、あの若い頃はヒップホップなかったので、でだからといってあのジャズダンスっていうか、ダンスのダンススタジオっていうかダンス、ダンスを教えてくれるスクールっていうのもあんまりなかったんですよね、なので本当に始めたのが、子供が生まれて、子供が幼稚園に入ったっていう時から、ヒップホップ始めて、そこからなんかちょっとハマっちゃって、って今に至ってますね。でも、指導をするところまで続けられるっていうのは、何かきっときっかけがあったんでしょうね。そうですね、友達の娘さんが、あのダンスをやりたいから誰か紹介してって、先生を誰か紹介してっていう風に言われたんですけど、たまたまあの私の教えてくれてた先生に、あのそういう風に言われてるんですけどって言ったら、いや自分男の子だって、男の先生だったんですけど、いや自分はちょっと子供には教えられないっていうの で、でその旨伝えたら、じゃあ私に教えてって、で私はそんなにそこまであの全然踊れなかったので、いや無理無理って言ってたんですけど、それがたまたまうちの娘息子が幼稚園の時、幼稚園から小学校の時だったので、で2人もやりたいって言うから、あじゃあ自分のうちの子に教えながら、あのじゃあ私でよければいいですよっていう風に言って始めたのがきっかけなんですけど、そこからすごいどんどん増えてきて、じゃあ最初はあのキッズ向けのダンスをそうですね、メインにやってらっしゃった。子供しかいなかったですね。そうだったんですね、そしたらきっとあれですかね、それを見ていたお母さんたちがやりたかったみたいな、やりたくなっちゃったかな、たまたまそう、あでも確かにそうですね、お母さんたちもやっぱり私たちもやりたいっていうこと で、でその頃はまだスタジオを持ってなくって、あの公共の体育館、でもうなんかバスケの子もいい、バドミントンの子もいい中で、おばさん連中が鏡のと前を陣取って、それでダンス練習してたって感じだったんですけど、そうで今、人数がすごく多くなって、その公共の施設だけじゃどうにもならなくなって、で今東津市の方で、あのスタジオ持ってやってる感じですね、今は生徒さんどのぐらいいらっしゃるんですか？そんなに多くないんですよ、本当にもうなんか、あの地元のね、ちいちゃんのダンススクールっていう感じで、80人ぐらいすごいじゃないですか、子供と大人と入れて、全部で80人ぐらいです。でもすごい大人気ですよね。プロフィールを拝見させていただいた中で、ちょっと気になるんですが、あの50歳を過ぎてからボディメイクエクササイズもやっております、そうなんですよ、気になるワードですが、そうなんですよ気になるワードですね。もうそれまでは全くあの、そういうエクササイズとか考えてなかったんですね、たまたまいろいろありまして、キッズのダンスの、人数がガクって減っちゃった時があったんですよ、それでどうにかそこをもうね、スタジオどうにか家賃ほっといたって家賃が飛んでっちゃうということで、どうにかしなきゃなと思った時に、大人をね、ちょっと取り込めば、ちょっといいかなって、でしかも私がやらないと、あの私がやれば、ね、100% 収入になるので、別の先生を雇ってしまったら、そうなんですよ、雇ったらお金渡さなきゃいけない、自分で全部やんなきゃいけないということで、いろいろあの資格を取り、それで、エクササイズを始めたんですよね、そしたら結構やりたいとか、あとやっぱり運動したい、体を動かしたい、あのでボディメイク、メイキングっていうその名称でね、ちょっと結構みんなにこう引っかかるかななんて思って、それであの始めたら、結構ね、あの増えてきたので、そのエクササイズと、あと大人のダンスの方も結構あの今需要多いですね、それこそコロナになって一時はちょっと減ったんですけど、そこからまたさらに
増えましたね、うん、はい、あのコロナの間にちょっとやっぱり家から出られなかったりして体動かしたいなって思ってる方も、ね、そうなんですよ ね、 増えましたよね。コロナで太っちゃったとかね、そうですよね、すごくあると思います。ステイホームってね、出るとなかなか外には、ね、出られなかったり、そうなんですよ、はい、で、あの自分で一人でできるかっていうと、はい、やっぱり自分で一人 ではできないみたいなんですよ ね、 やっぱりみんなで一緒にやってるから頑張れるっていうのがあって、それでね、あの、まあ、緊急事態宣言終わってからは、はい、結構あの入ってきましたね、うん、やっぱりいらっしゃいました。あの体がちょっと変化がある年頃ではありますけども、うん、そこにちょっと手を加えていくことによって、うん、ちょっとやっぱり変わってくるじゃないですか。そうです、ね、そうするとやっぱり嬉しいんですよね。そうですね、はい、本当にだから私もあの、はい、30代から40代は、はい、まあ、キッズダンスはやってたので全く体を動かしてなかったわけではないんですけど、はい、50過ぎてからエクササイズを始めて、やっぱりボディーラインはかえって30代の時よりあのくびれができて、素晴らしい、はい、だってやっぱり目標となる先生がこのボディ、うん、ね、バーディーですから、はい、本当に最初 ね、 今回ご出演にあたってプロフィールの写真を送っていただいた時に、はい、素敵な写真をとキャーって感じです、まあ、一番漏れてるやつ素晴らしいね。ね、でもね、私たちもね、アーシャはやっぱり一番漏れてるやつをね、うん、選びますからね、本当、ね、はい、にちょっと違うってきっと思われてるかもしれないけど、はい、でも一番いい写真を、ね、いいですよね、選んでますよね、うん、あとね、顔のたるみ防止のための顔ヨガとか、はい、そうなんですよ、ね、気になってきますもんね。そうなんですよ、コロナで皆さんマスクしてましたよね、はいはいはい、でマスクの下すごい油断しちゃって、うん、もうどんどん落ちてきちゃってるんですよ、はい、やっぱ顔って、はい、顔にも筋肉30以上の筋肉があって、はいはいはい、その筋肉を使ってあげないと、はい、どん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 落ちてきてしまうので、それを上げてあげるっていう、はい、その顔ヨガとか、はい、あとリンパもすごく大事なんですよ、はい、もう体にはあの、ね、血液は心臓がポンプ役で、あの血液回してくれるんですけど、はい、リンパを流すのってないんですよ、はい、流してくれる、ね、心臓でポンプ役とかそういうのがないんですよ、自分でこうしていかないと、自分でやるしかないんですよ。で、体には汚いあの、ね、老廃物いっぱいありますよね、はい、そんなの溜め込んでも何の役にも立たないんですよ、はいはい、やっぱりそれ出していかないと、はい、でそれをリンパをマッサージして、で、あの水分取って、あのデトックスしていくっていうのでね、あの体をきれいにして顔も上げて、はい、ボディも引き締めてっていう、その全部の、あの総合したあのプログラムになってるのでね、もう図紙に通いながらちゃいますよね、どうですか、今聞いてる皆さんも、はい、このリスナーさんきっと同世代の方も多いので、多いですね、行きたいって思ってると思います。本当ですよ。あの陽子さんのホームページがありますので、はいはい、そちらの方でぜひね、うん、情報をご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ここでね、2曲目のリクエスト曲にお答えしたいと思いますよ、はい、パニさん、お待たせいたしました、はい、今ねちょっと今居眠りしてる、そうじゃないかと思ってましたそんなことないですよ、あのもうコロナの時はもう外に吐き出せないからね、俺を使ってね、これやってみなとかあれやってみなってね、でもね、今見てました、なんか何気に顔ヨガの話をしたらやってらっしゃいました、自分でやってていや、もうだからパニさんもね、そうですよ、つやつやでね、つやつやで教えて、今日帰る前にちょっと教えていただきたい感じですが、はい、さあパニさん、2曲目に選んでいただきましたのも、ウーパーズのね、はいはいはい、アルバムからですが、1枚目のね、1枚目のファーストアルバムにね、収録した曲なんですけども、サーフトモローっていう歌で、これはあの、まあその僕の、ウクレレね、あの弾けるやついないって探してるそのきっかけにもなったジョージ・カックルっていう DJ がいるんですけども、彼があの半分アメリカ人なんですけども、あの作詞をしてくれましてですね、英語で歌ってるんですけど、波がいいけど今日みんな行かないのって言ったら、もういや、その本人はもう二日酔いで、いやもう全然ダメだよって、波がいいの、分かった分かった、俺明日やるからっていう、明日波乗りサーフトモローっていう曲なんですけど、その辺の気だるさがね、はい、ちょっとウクレレもフィーチャーしてますんでね、聞いてみてください。はい、それではお聞きいただきましょう。フーパーズでサーフトモロー。お届けいたしましたのはフーパーズでサーフトモローでした。
さあ、あっという間に時間が来てしまいましたが、本当です、早いですね、はい、ね、あのパンジさん、これからもうイベント目白押しですけれども、はいはいはい、そのイベントのことを教えていただけますか。はいはい、近々が、もう日にち通りに言っていくと、はい、今度7月15、16が、はい、材木座ビーチハウスで、はい、ロコモコサンセットってその名も、その名前を、配したイベントがありますので、はいはい、そこは僕も演奏したり MC をやったり、やります、はい、そしてその流れで17日が、はい、浦安文化会館だったかな、はい、ウクレレバッシュという、ハワイからイムワーというバンドが来てますので、はい、彼らが、演奏します、はい、そこへ向けてね、日本勢のハワイアンミュージシャンも出て、でアマチュアの時間もあるので、はい、そこに僕の生徒さんたちも出ます、ヨーゴさんも出ます、はい、楽しみですね。皆さんじゃ一生懸命練習中ですね、はい、練習してます、練習してんだけど焼き鳥屋で飲んでるそっちの方が長いんですよ、はい、そうですか、でも楽しいです ね、うん、2時間練習して4時間飲んでるちょっと飲み方がない4時間飲んでる間に忘れちゃうっていうね、練習に戻っちゃう、練習してたの忘れちゃう楽しい感じがします、チームパニは、うん、ね、それで、はい、今月の末の7月30日ですけども、はいはい、銀座ケネディハウスでも老舗のライブハウスなんですけども、はいはい、まあ、そこで僕ら育ったんですけども、そこが40周年を迎えておりましてですね、そうですか、今年の初めからいろんな同窓会とかいろんなね、こうイベントを行ってるんですけども、はい、今回は7月30日にそこのハウスバンドだったケネディストリートバンド、はい、のメンバーに近い人が集まってですね、再結成っていうふうにしてやりますので、はい、ぜひぜひ、ケネディハウス、銀座ケネディハウスの方へお問い合わせいただけたらと思います、はい、ありがとうございます、はい、そしてちょっと飛びますけれども、はい、9月の9日と10日はウクレレピクニックですね、今年はね、ウクレレピクニックがね、はい、横浜ハンマーヘッドで行われ、はい、今月9月9日と10日でございますね、はい、もう例によってこれは僕両日 MC をやっておりますので、わ、素晴らしい、もう楽しそうですよね、はい、パリさん MC って本当にいや大したことない、ちょっと面白いだけで、ね、はい、パニさんのチームももちろん参加されますね、エコヒーキして出るのそういいですね、そんなエコヒーキねそしてヨーコさんのスタジオでもウクレレレッスンもされてらっしゃるんですよね。そうなんですね、はい、レッスンは今島村楽器さんと、黒沢楽器さんでやらせていただいてるんですけども、その他に今度は、お茶の水にできました、ウクレレショップタンタン、タンタンでもレッスンスタートですね、そして、東寿司のその今陽子さんおっしゃってたスタジオで、実はもうずっとね、パニオロウクレレは、パニオロウクレレレッスンっていう名前でやってますので、こちら隔週土曜日、10時からやっておりますので、ぜひぜひこれもお問い合わせをいただきたいと思います、はい、土曜日でしたらね、お仕事してる方でもいらっしゃるんですよね、お子さんでも大人の方でも大丈夫なんですか。大丈夫です、こんなちっちゃなお子様から、こんな大きなお年寄り、大きなお年寄りまで大丈夫です、今こんな大きなお年寄りばっかりなんで年齢に、ね、関わらず、関わらず、はい、ロケレレをね、はい、やっていただけると、タンタンさんの方のレッスンはタンタンさんにお問い合わせで、そうですね、お願いします、はい、タンタンさんの方もグループレッスンの予定なんですね。そうですね、ちょっとね、練習する場所が広い、なかなかいい感じの場所なんですよ、だからグループでやりたいです。楽しそう、いや、ありがとうございます、とんでもございません、迷っていただきまして、あっという間に時間が経ってしまいましたが、はい、いや、本当今日はいろいろとお話伺えて楽しかったです、はい、はい、次は私もライブの方にもお邪魔したいと思っております、はい、そうですね、はい、今日録音じゃないですからこれね、皆さん生放送ですから、36度あれですからまた言っときますけど、本当に、ね、お暑い中こまえにお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後来週の分撮りますそうですね、はい、じゃ2週にわたって1週間じゃ足りなかったですね、申し訳ありません、またぜひ遠いですが、遊びにいらしてください、ま、また声かけてください、タンタンさんに来るときに火曜日絡めて、それでも素敵ね、全然大丈夫です、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、本日のギフトボックスのゲストはパニオロ山内さんと山内陽子さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。